はい、イマティです。ご無沙汰しております。はい、ということでリアのタイヤを新しく交換しました。こちらがフロントのタイヤです。こちらがリアのタイヤです。近づいてみましょう。同じね、26インチの 2.0 なんですけども、太さが全然違って見える。これがね、新品です。そしてこれがどれぐらい前なんでしょうね。もしかしたらこのマディホックス生まれた時からついてるかもしれませんね。だとすれば30年前。もうね、もうダメでしょって感じですね。シワシワで。でこちらをですね、新しく交換をしたのですが、それだけじゃございません。このカセットフリーの周りを洗浄してきれいにしたのとともに、この中のね、ベアリングを掃除しました。そしてこのヘッドパーツ、このヘッドパーツを全部分解してグリスアップをしました。そして前のタイヤもね、 BB の中のベアリングを全部きれいにしました。その後走りに行ってきました。いやー、もう全然違うね。走っている乗り心地が全然違う。まずこのベアリングのね、ここの玉当てという作業、この中のベアリングをきれいに洗浄してもう一回グリースアップして入れるっていうことで、めちゃくちゃ走りが滑らかになりました。走ってる時にね、普通やったらなんかこう、もうあーすぐ止まるかなーみたいな、足止めた時にすぐ止まるかなーみたいな感じで走ってたんですが、もうずーっと走ってますね。くる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 ってずーっと走ってますね。最高です。ハブを分解して中からベアリングボールをね、こんなちっちゃなボールをね、こちらは10個ついてました。こちら側に10個、向こう側に10個ついてましたけどもね、それをきれいに洗浄して、で新しいグリースでカバーしてね、もう一回組み上げたんですけども、めちゃくちゃ走りが良くなりました。そしてハンドルのね、この周りもベアリング入ってるんですけども、これもきれいにしてね、もう一回組み上げたんですけども、めちゃくちゃハンドルが滑らかということで、31年前のね、マディホックス、あれはマディホックスなんですけどね、ちょっとしたそういうね、オーバーホールをすることによって走りが全然違ってくるんでね、まあ、皆さんもね、ぜひやっていただければなと思います。もうね、今新しい自転車入ってくるのめちゃくちゃ時間かかったりするじゃないですか。まあ高いし、しかもね、高いし、まあそれ考えたらね、こういう昔ながらのオールドマウンテンバイク、ヴィンテージをうまくね、カスタムとオーバーホールすることによって、まあ、めちゃくちゃいい走りになると思います。一説によると、最新式のあのバイク、最新式のこの自転車、まあ、少し違うとはいえ、このヴィンテージオールドバイクもね、ちゃんとオーバーホールをすれば最新式に負けないぐらいのね、性能を発揮すると言われてます。まあもう実際今日ね、この自転車でオーバーホールをした、後のね、31年前のマディフォックスでガンガン他の自転車抜きましたからね、めちゃくちゃ速かったです。多分時速にして5キロぐらいアップしてるんじゃないですかね、このオーバーホールだけで。ここの玉当てオーバーホールね、まあ BB はあんまり関係ないかもしれないですけども、運転がめちゃめちゃスムーズですね。はい、ということで久々にね、東京から、マディフォックスの話をさせていただきましたけども、オーバーホール大事だなぁということで、今日はね、皆さんにお伝えをさせていただきました。ということで久々だったんですけども、これからね、いろいろとね、また頑張っていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。それではまた。